おはようございます時刻は10時を回りましたこの時間は FM 技能ワン防災防犯番組ライフサポートラジオをお送りしますお届けするのは FM 技能ワンスタッフ田辺由紀ですどうぞよろしくお願いいたしますこの番組は地域の防災防犯意識の向上を図りいざという時において冷静的確に行動ができるよう情報発信することが目的です できる限り地域に根ざしたさまざまな情報をお伝えしますこの番組ではご意見ご感想を受け付けております防災防犯に関する豆知識日頃から心がけていることなど些細な情報でも構いませんメールアドレスは797アットマーク fmginoan.com 数字の797アットマーク fmginoan.com f m g i、n o w、a n. ではユーストリームツイキャスで映像と音声を配信しています。f m g i n o のホームページから見ることができます。また、サイマル放送、リッスンラジオもスタートしています。パソコンでお聞きの場合は、f m g i n o のホームページに再生ボタンがあります。 スマホでお聴きの場合は、無料アプリリッスンラジオより全国のラジオ局から FM ギナワンを選曲しお聴きください。完全に同じものをお楽しみいただけます。そちらもよろしくお願いいたします。えさて、今日の未明ですね。えー、と北海道の南西部の胆振,胆振地方を震源とする地震があったということですね。 はい、かなり強いい地震ととうことですそしておとついあたりは関西のほ、えー、とまた台風21号が直撃したということでねこちらは私の実家もありますので電話してみたんですけれども、えー、窓ガラスが割れたのと,、えーと 物干しの屋根が飛んでいったということでそ備えがねちょっと足りなかったというのもあるんですけれども沖縄と違ってねちょっと台風に慣れてないものでだけどかなり強かったんだなということでありますねそしてまたね7月、6月の末は豪雨の災害などもありましたということでね CM 明けはぼ今日はゲストをお招きしてトークしていきます。えー、防災士の 荒垣悟先生お越しいただきますので引き続きお聞きくださいではい、えー、とあと1分後に。 ライフサポートラジオをお送りしています、えー、今日は9月6日ですけれどもね昨日まで防災週間だったということもありまして本日はゲストに防災士の荒垣悟先生をお呼びしておりますよろしくお稲垣す,ああすいません稲,稲垣 <laughs> あの頭の中では <laughs> 漢字は浮かんでるんですけど <laughs> 口が違うことに喋っておりました失礼しました <laughs> よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい はいえーとね、最初でもしゃべったんですけれども、最近、本当に大きな災害がやってきて、うん、しかも同じ場所ね、ねほぼ近い場所とかにも襲っているということで、すごい心配なんですけれどもね。そうですね立て続けで、はい、しかもあの地上も地下も、ね、はい、大きな揺れだったり、ね、ううことですよね、はい、雨だったり、風だったりで、はいえー、なんか今年あたりから、まあ まあこれまでずっとねいろいろなあの災害のパワーがどんどん上がってきていてうんでそれはもう地上も地下もどっちもだったんですけどもそれがまあなんだか交互に起きてるぐらいの感じやったんですよね。それがなんかやっぱり今年あたりになるともう同時にというかねえ起こるようになってきたし今朝の地震はね震度6強で。 実はこれは、えー、地震計の数値が届いて、うん、ちゃんと届いていないらしくて<ー>震度7の可能性もあるというんですね<ー>で地震が聞こわれてるんですよね、これ阪神大震災でも地震が聞こわれて<ー>その情報が中央政府に行ってなかったりみたいな、ね、<ー>ことがあったんですけれども、はい、まあそういう震度6以上がもう今年なんか大阪でもあって。 北海道にあってもう毎年震度6以上はもう毎年どっかで起こる感じになってきたんですよねだから何か活動期にはね入った入ったって言われていてあ確かに増えてるなっていう感じがあってね沖縄でも地震がえ増えたなっていうようなねことを感じている人はね うん、以前に比べると確かに多くはなってるけども、うん、まあなんとなく活動期に入ったなっていうのは分かってきましたけども今年はそれがこうよりね顕著に感じられるかんような気がしますよね越後、うん、に関しては、ねね。でまあ豪雨に関しても、うん、まあこれまでも本当に4年に1遍ぐらいどっかでものすごく大きなね被害が出てたけどもだんだんその感覚が狭まってきて、うん、もう絶対毎年どっかでね、はい、どい かで大きな川が決壊をしてしまったり、はいえー、土石流が起こったりとかねあるいはもう大規模浸水が起こってしまうみたいなね、うん、もう毎年必ず起こるということになってる感じで、はい、この辺りはなんか厳しくね沖縄でも受け止めていかなきゃならないならいいと思いますよね、うん、災害の,この頻度はもうこれぐらい上がっているので、うん、もう来るものとあの構え方も 少し切り替えていった方がいいったが、うん、そうです、ね、まあどうしても沖縄の場合は台風のね経験はあって、まあ、その経験に基づいて動いてきたし、はい、まあ豪雨災害だから数日前から読めるというようなね、はい、思いもあるので、えーまあ、それなりの対応がね、まあ、これまでできてきたんだけども、はい、どうやらなんかそういうちょっと猶予を もらえるるるよようななな災害じじゃなくなってる感じがあるよね豪雨<ー>でもね、えー、なんかもう突然めちゃくちゃな積乱雲が立て続けに起こってみたいなことがねあ,<ー>ありますよね。うん、そしてまあ地震に関してはまあイメージがなかなかないのでね、うん、実際、今日のね北海道のような地震が起こったらおそらくは、えー、まず情報がね行、えー、かないでしょうね。北海道 でもまあ沖縄と同じように中央からするとまあ大体同じような距離で離れていてっていうな地域ですけどもねそれでもまあ陸と陸はまあ一応続いてはいるところなんでねそれでもやっぱり情報がなかなかいかなくってえ実際どうなってるかはなかなか分かりにくいですよね。私たちがね経験したあの神戸の地震でも最初は全然情報が伝わって。 いなかったんですよね、うん、中央に情報が入ったのがやっぱり、ね、地震計が壊れていたっていうこともあったりとかしてあるいは通信網がね、えー、県の、まあ、行政と中央を結ぶ通信網これはかなりお金をかけてね億単位の金をかけて作ったものが、うん、まあ地震で吹っ飛んで、まあ、使えなかったみたいなこともあって、うん、NHK の、ね、報道なんかは後から見ていると。 地震速報のね画面が出た時に、はい、大阪震度5強とかね、はい、え震度京都震度5強とかね、はいろいろ出てましたけども神戸だけなんかボコっとなかったですよね。はいはい、はい、あのし震度も出てないですね。地震がなかったんじゃなくて <laughs> 情報がなかった、うん。そう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 なんですよね。で三十分後ぐらいにから えー、あ神戸震度6ですみたいなことが出てきていうことを後から僕のその映像を見て、ね、うあそうだだっったんだと思ったんんと思ですけども、ね、長木さんはその時の時震災体験そ、ねうんはい、そうですねそこで、神戸のそういうい一番被害の、ね、強かったところに、ね、いたんですけども、ね、で当然、私たちはテレビ、ラジオに接することもできないしそもそもその時間帯はこう倒れてきたものの下敷きになっていて、うん、どう脱出するかみたいな。うん 状況だったわけですよね、はい、なのでなかなかね、あのー、実際どうなってるかが伝わるのが、まあ、時間がかかってしまうんですけど北海道の情報もこれ今日の未明3時に出て、ねはい、あ発生してますけども今ネットとかで見てますけど、はい、なかなかやっぱりよくわからないですよね。ただなんか夜が明けてきて、えー、上空からの写真が少し見えてくる。 来てるんですけどもねそれを見ているとやっぱりかなりあちこちで大きなね、あのーまあ、山が崩れてしかもそう高くないやっぱり山もね、うん、一気にこう崩れてる感じがあってまず土砂の下敷きになられてる方がおそらく多数おられるのではないか<ー>それからまあ建物の、ね、倒壊であったり建物倒壊しなくても建物の中にあるものにの倒壊によって転倒によって。 まあ怪我されたりまだ閉じ込められている方がいらっしゃるんじゃないかなということが推測されますけどもそのあたりの情報はまだないですよね。地ていうことですよね。そうですね、うんうん、この北海道の地震はまあ沖縄でもしこれがね起こったらということを考えるとまあやはり未明に起こっている、はい、特に惨時とかね、うん えー、時間帯一番物が止まってる時間帯はい、はい、情報もそれから人の移動も物流も何もかも止まってる状況の中で、えーまあ、これぐらいの地震が起きてしまった時にですね、えー、沖縄から果たしてその情報がどれぐらいいくのかまたそのね救助、うん、とかがどれぐらいこのねうん、うん、情報がい,とい,き、まあ、いかないあるいは、うん、人がこうすぐにこう ねえー、動くような状況では動ける状況ではない中でね、うん、日中、まあ、仮にこう、ね、防災訓練とかをやって一応まあこういう形で救助しましょうとかねこういう形で避難しましょうみたいなことをやっていてもおそ、うん、らく何一つ機能しないんじゃないかと思われるんですよね。か、うん、かなり混乱もししてるでしょうからね、うん、あじゃあこういう時にどこから情報を得るのかっていう、うん。 こととを考えないそうですねそれは大事それと、やはり一番大事なのはこれ、沖縄でいろんな地域で僕もあるいは行政でねあの、かなりしつこく言うようにしてるんですけども、沖縄の、えー、建物は96%が非木造、まあ、つまりああコンクリートなんですよね。だから、まあ、全壊には、ね、なりにくいんだけども、うん、ただ、お家の中に点灯するものはも,うものすごくあるんですね。うん、でこれによってまず 負傷するこことと、うん、この転倒によって、えー、脱出できない、はい、それからコンクリートの建物といえども、えー、大きな揺れによる歪みによって、えー、玄関だけじゃなくって、ね、窓とかも変形して開かなくなるんですよね、うん、そうなるとそこに閉じ込め状態になった時に火災が発生するとか、うん、あるいは、まあ、津波が、ね、そこに来るであるとかねあと、まあえー、窓枠にですね窓に かなりこれ台風の飛来物の対策だったりね防犯であったりするんですけど、ね、これがまた邪魔をするんですよね脱出の邪魔をするしまた救助のですね重機がやっぱりいりますんでねだから速やかな救助ができないみたいなことがねあるんでとにかくもう。 1>, 1分でも1秒でもね家からまあ脱出をできるような体操をしとかなきゃいけない特に未明に起こ,起こったりとか夜中に起こったものに関してはもう極力あの出れるようにしなきゃいけないですねで私たちもそうだったんですけども夜中に猛烈な揺れがあって家の中めちゃくちゃになったりとかしてしまうとですね、はい 方角が分かんんないんですよね<ー>玄関の方向なんかは全然分かんないし当然完全停電してるからか、うん、で自分が寝ていた方向、まあ、仮に家が無事だったとしてもね自分が寝ていた場所最初に寝た場所と地震が起こった後にいる場所全然違う場所になってるんですね、はい、吹っ飛ばされてるからねで、はい、寝てる向きも違うし風景もちろん真っ暗で見えないんですけどもね、はいえー、真っ暗だからこそというのもあるんだけどもやっぱり今 どっちがどっちなのかわかんないですね。玄関どっちかわかんないし、部屋の扉どっかわかんないし、ああそこに例えば、えー、こういう家具とかが倒れかかってたらもう全然わからない。ああそうなるとまあパニックになるわけですよね。えー、じやっぱり手の届くあたりに携帯のあのライトとか、うん、そうですよね。うん、でもそんなものも軽々ふっとんてるわけですよ。<laughs> 全部ね。いや何もこう身の回りにあるものも。 普段ね置いてるものも何にもないし、うん、そういうような状況を今回の北海道のまあ、夜間のね、はい、未明の地震からやはり想像してじゃあ何ができるかということを考えなきゃいけないですよね、うん、案外夜地震起こってるんですよね、うん、熊本の地震も震度73、えー、回あったですよねあれ全部夜ですよね、うん、一つはま9時半ぐらいとかね、うん、起きてる時間帯やったけどあとはまあもう かなりり寝ててる時間帯でねねったしまよ訓練とかもねやっぱり日中にやりますけれど、うん、でも夜のこともやっぱり考えて、うん、そうですよねでまた外出たらねこれがまたどっちがどっちか分かんないんですよ、うん、もう真っ暗で方向が分かんないのとやっぱり風景変わってるからね、はい、分からないですね、うん、いつもまあこの避難所がこっちみたいなね、はい、高台こっちというふうに日中は思って逃げると思っていても、はい 夜になると全然わからなくなってしまうことはまあ多々あるですよね、はい。何を何感覚をじゃあ頼りにしたらいいんですかね。そうですよね。それを夜やっぱりこうね経験しなきゃいけないと思いますね。ちょっとイメージしてみて。そうですよね。だからまあ懐中電灯がやはり夜の場合なければいけないですよね。ああればまあちょっと照らしてあこれはあの。 どどこどこの家の壁だなみたいなの分かったらちょっと手がかりはできますよね。北海道もなんか地震が少ないイメージ勝手に思ってますけどもねねそうです,、ね、ま,すのでまあ、あのー、地震の可能性はあった、うんですね。ああのー、とかですねあの津波の脅威もまだ非常に高まってますしまあ比較的地震は起こりやすい。やっぱり、あのー 北海道の南側、東側にこの大きな海溝の続きがあったりしますからね、うんうん、で沖縄もね頻発している昔をたどっていけばあの土地ですので安心できないですよね。そうでですねで今回のこの北海道の地震の写真を上空から見ていますと上空からね写真を見ますと、うん、このあんまり高くない山も一気にこう地滑りしてしまっていて、うん、で沖縄 で、あのー、住民の話を聞いていると、まあ、沖縄の山はそう高くないからね、はい、豪雨とか地震でも地滑りとか大丈夫じゃないかみたいなことを<ー>まあ言われる方多いんですけども、はい、まあ決してそうじゃないなっていうことが分かりましたね、うん、しかも沖縄の場合もこう独特のこの、ねえー、地形で、まあ、海側の近くまでこう、ね、山がこう、ねあのー、こうあるような場所が多いですからね。はい そういうところはまあ地滑る危険箇所になってたりしますけども、うんうん、あんまりそこは。皆さん意識されてない方多いですよね。今回の地震もやっぱり、あのきちんと勉強した上で、沖縄でどうするか考えなきゃいけないですよね。なるほど。そして、一昨日には、うん、あの。えっと、台風二十一号で。ひどい被害が出てるんですけれども、はい、まだ今電話したら、大阪も停電中ということで。うん、そうですね。この停電は。 今年はその豪雨でも何回も停電になってるし、うん、あの今あのね今日の今朝の北海道の地震でも北海道全土の火力発電所が停止をしていて全土停電になってるって言うんですね。う<ー>原発もえ電源喪失をしているただあの24時間の非常電源動,動いたのでえら<ー>いことにはまだなってない<ー>と言うんですけどねでこの電気がもう完全に止まってしまうってうことが、はい、この 都市生活だけじゃなくてねすべての今日本国民は電気に頼って生きているところがあるんでね、はい、大阪神戸はねまだいまだに停電自体も多いですね、はい、だからすごく都市機能止まってしまってますよねびっくりしました <laughs> こんなに強い台風を経験したことがなかったっていう人が多分多いと思うんですよ。うんはい、そうですよね、まあ、本土の場合は まあ何十年にいっぺんケースでね、はい、あの台風がまあやってきてるんだけども、はい、まあじ30年前とかだったらやっぱり時代もその社会の行動が違ってるから人々のこのね、えー、受けるイメージも違いますしやっぱり都市の機能の麻痺の仕方がやっぱり違うなっていう気がしましたね。はい、神戸のの、ね、映像を見ていて驚いい驚たのがですね、えー、コンテナあの めちゃくちゃ巨大なコンテナがね船に積んでやってくるね細長いねあれがこうロックアイランドからですね高潮による浸水によって海に流れ出してでその本土側というのかね芦屋とか西宮の,の対岸に乗り上げてしまってるとかあとタンカーが関西空港のねえつながる橋に激突をして。 今でもなんか3,000人ぐらいがね閉じ込められてるとかねでこの高潮がまあ2メートルぐらいだったというんですねで昔あの名古屋がですねえ大きな高潮でね6,000人が亡くなった時があってですねこれがまあ えー、かなり前ですよね年、60年ぐらい前の話だと思うんですよね、うん、でそれによってもいろいろ防災体制が込ま,まれてたんですけども、うん、その時の高潮は6メートルぐらいだったんですね、はい、で今回、2メートルで、しかも防潮堤とかがあるのに、2>, はい、2メートルの高潮でもやっぱりこれぐらいの、ねはい、被害が出てしまってるんだなということを考えると、まあ、沖縄をそれに置き換えると、ですね、はい、今、ここからこの北丹の海とか、沖縄の海見えてるんですけどね。はいはい いやこれは脅威だなっていう感じですね、2メートルの高潮であの被害でしか、うんはい、も、海からのいろんな船とかがこうどんどん流れてきてね、うん、陸地に上がってしまうあの光景を見ますと、いや、沖縄ちょっと本当にこのね、高潮2メートル十分あり得るようなね、はい、あの話なんでね、はい、改めてこれは気をつけなきゃと思ったですね。うん、あと同同じじほぼ同じ辺り 少し下ですけれども豪雨の災害もね7月末ね岡山と、ねはい、広島でかなりのまた犠牲になられた方もいらっしゃったりとか街がやっぱり大変な目に遭っていらっしゃって今でも全然、ね、復旧がつかないところも、うん、鉄道がまだ通ってないところもありますからね、うん、でここの時も一つあのその後大きな話題になったのが 情報の問題がね、はい、大きく取り上げられたと思うんですね。うん、あの、もう,こう。過去にないような大きな被害が出る恐れがありますということを。もうテレビとかね、もうやいやい、言ってるわけですよね。はいはい、気象台の人とか、テレビ局とかね、ね、はいえー、政府とかが訴えてるんですよね。はい、でも、実際に避難勧告が。 出て、避難した人は3、三パーセントぐらいだったんです、ね。三パーセントですか。九十七パーセント逃げなかったんですね。ああ。これはちょっと、うん。で、これはもう、あのー、あれなんですね。情報の、えー、出し方と受け取り方。がですね。もう昔と違っているので、そこをやっぱり考えなきゃいけないなというのは、改めて。思ったんですね。<ー>というのは、まあ、いくつか、あのー。なんか課題があるんだけど、一つは。 えー、情報を受け取れる状況にない人もいるしあ,、はい、あと情報の深刻さがその伝わってきた文面ではきちんと、ねはい、あの受け止められてないケースもあったりとかねうん、うん、昔はなんか新聞とかテレビに載ってたらともかくみんなに伝わってたんですよねところが今はネットが発達してこれだけ情報が、ねあのー、広く伝わるような、はい。 情報社会になったようで実は伝わらない人もものすごく出ていてねでしかも受け止めるその力も人によってまあバラバラになってしまっていることもあったりとかねでさらに移動が困難な方もいらっしゃるからでしかも当然昔に比べると高齢者が増えているのでね移動困難者も増えているのでね、えー、そういった方がこう情報を仮に受け取ったとしてもじゃあすぐに行動に移せるかっていうそういうわけでもないですよね。うん そこはすごくなんか大きな課題でもう単純にテレビ新聞ラジオそれからネットという媒体を通じてね伝えるだけではもう情報っていうのは伝わらないんだなっていうのはこれは僕がこう普段社会福祉としてですね、まあ、子どもの沖縄のねあの特にまあ経済的困窮家庭のこの課題についてやってる中でも、うん、例えば就学援助というね、えー、制度を伝えるのに。 一生懸命こう学校からね紙を配ったり今テレビ CM とかやってるけど現実には伝わってないんですよねそれはもうそのこれまでのそういう伝える手段ではもう全然間に合わないという現実がね社会にあるなっていうことは特にまあ社会的に阻害されてるとかね孤立状態にある人ほどやっぱり伝わらないし実はその人ほどそういう情報が必要だったり非難が必要だったりするんだけども。 実は肝心なそこに伝わらないという問題も大きいなというのはとても感じますね、うん、これはどうしていったらいいかっていうのをねちょっともうこの時間ではちょっと伝えられないんですけれども、ね、それぞれ考えていただければなと思います、はい、さてお時間となってしまいましたライフサポートラジオをお送りしました本日は防災士の稲垣悟さんに来ていただきましたありがとうございました、はい <laughs> <laughs> 何もなんか触りしか。<laughs> まあ、でも、三つ喋るだね。喋、はい、れたし、まあ、その沖縄に。とってどうみた、はいなところまで、ちょっと喋る、ね。そ、ね、ありがとうございます。はい。